はい、でその機会にね、うん、ウルマルシェも回って、ね、動画も撮って、そうですね、うんうん、ウルマルシェの中もいろいろこうお店がありそうだから、うん、あのそうですね、あの正月の準備も、ええ、ちょっと足にはなると思うので、やっぱそうですよ、うん、あと半月ですよ正月、だからこの25日行ったらもう正月の準備ですね、ええ、おせちの準備だとか、あの沖縄ったら昆布買わんといけないとかね、肉買わないととかいう状態なので、正月の準備のことも全然考えてなかった、はい、今回ね、あの、ウルマの人本当に今回コロナに対して一生懸命で、あのモアイも何もかも、もうシーミーも、ね、はい、本物の時も、エイサーも何もかも中止だったじゃないですか、はい、本当に自粛していたんで、こういうこう公演も結構自粛してるので、はい、ちょっと偉いなと思うんですよね、うん、実はうちね、クリスマスも自粛しちゃってるんですよ。ですよね。しちゃったっていうか、今まではね、うん、生徒が来るんで、うん、11月末にはツリーを出してるんですよ。はいはい、で今年は全部オンラインでやってるから、うん、ツリー出してないんですよ。うん、クリスマスまだあと1ヶ月ぐらい先っていうか。だからハロウィンもそうだったけど。ハロウィンいつの間にか終わってましたね。ないですよね。だからいっぱいないことがあったんで、まあでも。勉強会とかそういうのも出てきたので、うん、ちょっとリハビリを兼ねて勉強しませんかって感じになってきましたね。ですね。いいな。ぜひ、あの、知って得するマネーセミナー、初めての資産形成ですけども、12月25日土曜日です。はい、1時からの部と3時からの部、どちらかに申し込んでいただけると、うん、最大20名までなんですが、大体10名ぐらいを目処に、あの、締め切ると思います。うん、ただ、あの、仲間で来るから5人いっぺんに入れさせてくださいとかいうのがあるので、ちょっと数的にね、合わないことありますけど、うん、テーブル的には20並ぶのが目いっぱいなので、はい、あんまりいっぱいいっぱいしたくないなというのがあって、数はちょっと制限させてもらっています。本当は、普通に並べると30人と40人あるんじゃないかな、そういうところを10人から20人までに制限してるんで。そういう部屋あるんだ。はい、うん、ねえ、はい、だいぶ減らしてやってるので、はい、安心してもらえるかな。もちろんマスクは着用ですし、はい、アルコール除菌ですとか、あの、ね、熱を測ってもらうとか、うん、そういうのは全部やっていただくんですけども、はい、ぜひ遊びに、うん、遊びに勉強してみてください。マスクもね、いつまでマスク生活が続くんだろう。これ忘れてましたけども、はい、参加費無料です。あ、はい、これ有料ですか、いくらですかって聞かれるんですけども、うん、参加費は無料で、逆にご参加の方にはもれなくウルマルシェの物産品をプレゼントいたします、うん、お土産持って帰ってくださいっていう状態になってますので、うん、ぜひ、あの、勉強に行ってください、うん、今日はちゃんと言えてます、はい、言いましたね。そう、それでね、うん、マスク、うん、マスクの生活も早く終わってほしくないですか。もう息苦しいんだよね。ですよ、ね、はい、もうあの、今日実は昼間、うん、嫁さんとそのお話してたんですね、うん、いや、が使ってる黒いマスク、はい、あれがあとね、箱買いしてあったんですけど、はいはいはい、もうあと10枚ぐらいしか残ってないんです、うん、で、まあ、あの、今日買いに行くとか言ってたんです、はいはい、この10枚使い終わった時点でもうマスクつけない生活にしたいって言ったら、まだ早いって言われて、そう、これから正月だからね、まだ早いですね。で、僕もそうなんだけど、もうあの、車の中にも一つ、はい、で、カバンの中にも入れて、ズボンのポケットにも、で、部屋の入り口にも、そうそうそう、であっちこっちに下げてあるので、補充するのが大変なんですよ。で、あの、殺菌剤とかあって、はい、翌日また、歩く先々にこう下げていって、ね、でもなんか、息苦しくなるので、あんまり分厚いやつも嫌だし、そうだからね、本当にこの間、うん、時間も早いよね。あ、そうですよね。この間とにかくね、打ち合わせの席で、うん、ずっと喋ってるじゃないですか。そうそうそう、喋ってるともう本当苦しいわけですよ。気がつくと、あの、話盛り上がってきたらマスク取っちゃって、うん、相手にマスクしてくださいって、ごめんなさいって、もう無意識の間にマスク取って話してる。息苦しいですもんね。なんとか、うん、
マスクに穴開けたいなと思うんですけど、それだとまた穴開いてるって怒られちゃいそうなので、なんとか息苦しくならない方法ってないのかな。マスクに長期性がいいっていうか、そういうマスクを選んで買ってくるんだけど、通気性が良さげ、はい、すぎると、どんどんね、周りの人から指摘されるんで、なんかマスクの形をしていて、相当透けないやつ、で、買ってきてつけておられるんですけども、これは本当は中に、キスとか、なんか入れることになってるんだけど、はい、これ入れると死んじゃうので。ですよね。本当苦しいですよ。苦しいよね。コロナもね、そう落ち着いてくれるんだったらマスクなし生活が。あともう一つちょっと苦情を言わせていただきますと、ちょっと文字の小さい台本とかを読むときに、はい、老眼鏡っていうかちょっと隠れるじゃないですかね。でマスクの上に目がくってると曇るんですよね。曇るんですよ。ちょっと目がないときはいいんじゃないかって言いたくなるんですけども、まあでもマスクはマスクでやらないといけないんで。マスクしたまま車の運転するともう曇って危険なので、もう運転するときはマスク外して、そうそうそう、車とねバイクを運転するときは僕マスク取ってます。そう、僕もマスク取ってるんですけどね。でね、バイクの時もマスク取って、ヘルメットかぶってるからいいんじゃないかと思うんですけども、実はヘルメットを取った後マスクどこに置いてあったか忘れてしまってアパッパするっていうのが多いですね。そういうこともあるのか。結構ポケットにくしゃって入れてると、くしゃってしたやつはもう使ったから使わないっていうイメージがあるんで、頭の中から外してて、次のマスクはどこに置いてあったっていうのを、はい、なんか思い出しきれないというか、カバンに入ってたのか、うん、バイクの荷物入れるところに置いてあったかっていうのを、思い出せない時があって。まあ、ありますね。で、カバンの中に入れてあったやつをさっき使って、今ポケットに入ってるんだなってやると、もう一つ次どこはどこだったんだろうって。僕が使ってるのはね、使い捨てのやつなんで、気がつくと、枕元にマスクが一つ落ちて、で、机の上にマスク、やっぱり使い終わったマスクが二つぐらい乗ってたりして、それで朝それ全部まとめてゴミ捨て。配分してないといけないんだよね。で、嫁さんに怒られるんですよ。ついつい。うちはもう僕のマスク入れは僕のマスク入れっていうカテゴリーになってるんで、うちは使い捨てだから余計困るんですよね。どっちがいいのかなっていろいろ考え、最初全部使い捨てばっかりやってたんだけど、はい、またマスクが足りなくなった時に医療機関の方々に使ってほしいと思ったので、じゃあこういうやつの、はい、特に継続してるマスクみたいなやつをたくさん買ってきて、持ち歩くようにしてたらいつの間にかこれが主流になって、一応うちにもねそれはあるんですけど ね、なんか家の中にいる時とか、ちょっとだけコンビニまで行ってくる時はそれ使うんですよ。ですね、たださ使い捨ての方が実は息苦しくないよね。これの方が息苦しいですね。確かに、洗ってさもう一回使う方が分厚いっていうか、でまあこれうちだけかもしれないですけど、結構神経質に白石さんそれ洗うんですよ、つけるとね、なんか石鹸の匂いが、で洗剤の匂いがして、軽く臭いよね。そう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 、洗剤使うから、それで余計そう苦しいんですよ。一番最初に濃度を間違えてて、まだらになってたんですよ。色落ちして、だからちょっと濃度間違えてないって、あそうだねって言ってちょっと薄くしてもらったけど、だから結構痛み早いよね。はい、だから本当早くねマスクなしで生活できるようになりたい。あでも、そうね、あとこれから寒くなるからもうしばらくは、夏ぐらいかな、そう来年夏ぐらいじゃないかなと思うんだけど、夏は暑いから ね、今はまだ寒いからマスクでもいいけど、暑い時はね、暑い時はというわけでですね、気がついたらもう時間です。はい、はい、今回かける曲は、はい、カオリの、カノンっていう CD の中から、今あたる坂道をお届けしながら、はい、お別れします。はい、はい、というわけで、2週間休んで予約したけど、はい、来週はちゃんと多分大丈夫です、はい、やれるように今年いっぱい頑張ってやりますんで、はい、よろしくお願いします。来週またよろしくです。はい。